さあそれでは続きをやっていこうと思います。ボディの塗装をしていこうかなと思うんですけれど、こんな感じですね。どうですか。だいたい全体的に撮った感じですね。1枚結構ね、こうやって白がだいぶね残ってもいいんですよ、サフは。でここからねもう一度サフを拭くんですけど、ペーパーで1枚めくった後ってどうしてもすごく汚れてるじゃないですか。なんでね、あの泡で出るタイプのハンドソープとかなんかあったりすると、それでね洗ってあげるとねすごく綺麗になるのでおすすめです。泡で出るタイプの方が、ね、よく落ちるんですよ。泡が汚れをかき出してくれる的なやつですね。ということでね、それからしっかりね、もう本当に完全に乾燥させてあげましょう。自然乾燥でだいたい一晩寝かせればもう完全に乾いてるんで、まあティッシュでねとりあえずは拭いてあげてから乾燥させてあげると早いと思います。でじゃあねサフを拭いていこうと思うんですけど、今回使うサフはこちらです。もうめんどくさいんでね乾サフでいこうと思います。こちらですよ、フィニッシングサーフェイサーちゃんですね。これをやっていきましょう。ではやり方別に特にないんですけれど、まあ普通にガチャッと拭いていきますよ。最初の時と一緒ですね。もう真っ黒になるまで拭いてくれっていう風にはないんで、まあとりあえず全体的にはしっかりかかるようにしてあげましょう。全体的にね、まあ裏の方もねちょっとこうやってあげるといいと思う。裏はね結構しっかり拭いた方がいいかな。だけど垂れるほどやっちゃうと結構大変なことになるんで、垂れないぐらいにね適当に黒く裏を拭いておくといいことは、光が透けなくなるんで結構ね重々しい感じになるんですよ。車ってね重いじゃないですか。そんなようなイメージです ね。どう、真っ黒になったでしょ。こんぐらいの適当な感じ、ズバーっと拭くんではなく、サッ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 と拭いてる感じです。多少よく見ると白いサフが残ってたりとかするんですけど、まあそれでも OK です。よし、でホコリが乗らないようにねしっかり乾燥させてあげましょう。まあついでなので他のパーツもやっていきます。細かいこういうねパーツとかもねささっと拭いていきましょう。細かいパーツはね塗りすぎてしまうことが多いので気をつけましょうね。塗りすぎちゃうとね、あとでサフがドローっとしたのがね残っちゃうんで、あと乾きも遅くなるんでね。ちょっと待って、これ奥歯がない。よし、でボンネットですね。ボンネットも裏の方をねとりあえず一回拭いてあげて、こんな感じで黒くなりました。でこの後しっかり乾いたら、ボディ色をね塗っていくので、一旦ここでカメラを止めさせてもらいますが、その乾燥時間っていうのは、まあ、今ぐらいの感じで拭けば小1時間でしっかり乾くのでいいんですけど、ちょっと塗りすぎたなと思ったら半日とか乾かしてあげても、まあだから一晩とか、一晩って本当にまあだから何寝てる間の時間、健康体であれば7時間ぐらい寝るんですかね。まあという感じでね、しっかり乾かしてから次の塗装をしていかないと、本塗装をした時にこうね、なんていうんですか、本塗装した時に乾きが悪いと溶かして浮いてきちゃう時があるので、しっかり乾かしてから塗装しましょう。ということで一旦カメラ止めますね。さあそれでは乾いたと思うのでやってこうと思うんですけれど、何色で塗ろうかなって最終的までずっと悩んでたんですけどね、ガンメタでいこうと思います。まあ一番最初に初めて作るこのノーマルの R32 っていうことでね、まあだからなんだって感じだけど、まあちょっとこうそれでガンメタでいこうと思います。ガンメタ使うのはガイアのね、ちょっとパッケージが今手元になくて申し訳ないんですけど、ガイアの20番ですね、ガンメタってやつ、これを使ってきます。まあ、これがね手元にパッとあったんでね、それにしたって感じも近いんですけど、視聴者さんでね岡戸さんがそう教えてくれたんですよね。なんかガンメタがそのねどっかのメーカーで多分ね出てますよみたいなことを教えてくださったんですけど、多分出てるのはバルケッタかどっかだったと思うんですよ。それ見たことあるんですよ自分も。
だからまあ多分そうじゃないかなと思うんですけど、まあでもね、あいにく持ってないんでね。そう、ガンメタね、まあやっぱり一番最初ガンメタ、まあガンメタっていう色が好きだからっていうのもあるんでね、まあガンメタにしたんですけど、まあちなみにまあちょっとね、今回はちょっと丁寧に教えていくっていうと偉そうだね、あの説明していく自分のやり方、ナベさんのやり方っていうのを説明していく動画なんで、まあ細かくお話をねさせてもらうんですけど、まあね、長いお付き合いの方にはちょっとつまんない動画になっちゃって申し訳ないですけれど、今のね塗ってる順番っていうのをまず見てもらうと分かるんですけれど、やっぱりこうね、ムラとか塗り残しがないようにっていうので下の方から順番に拭いています。ちょっと裏のねフェンダーの部分とか、あのカウルのね部分だとか、そういったところからね、でだんだん上の方に上がっていくよっていう感じですね。希釈はだいたい1対1にしてるんですけれど、コンプレッサーとかエアブラシとの関係上1対1よりももっと薄めれたりとかねするので、その辺はちょっと環境によって違うのでね、鍋さんが1対1がいいよって言ったから1対1にしたっていうと、環境が違うとちょっとその同じ成果が出られるかっていうとねちょっと違うので、まあその辺は自分のその環境で一番吹きやすい希釈具合っていうのを少し見極めた方がいいんじゃないかなって思います。で、ナベさんがどういうところでね気をつけながらこう塗装しているかっていうのは、こう塗ってる時に吹きかかっていくじゃないですか。で、吹きかかっていくところの面を見てますね。それでだれる寸前っていうところでやめていくような感じですね。だれちゃうとやっぱりね後始末が悪いんで、であとムラがないようにって感じですね。結構やり方はいろいろあると思うんですよ。ドバーッとかけながら徐々にこうムラをなくすっていうタイプのやり方と、あと私みたいにもう一箇所ずつどん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 攻めていっちゃう感じ、どっちがいいのかっていうのはないんですけどね。ほらできた、終わり。多分これムラないと思います。ムラが起こりやすい場所っていうのは特にこの側面だとかね、そういったところ、あと忘れがちなのもこの斜めのこの方向とかですね。これすげえ忘れやすいですね。あとまあここのね裏の方とかも結構忘れやすいです。まあこれでムラはないんじゃないかな。よーく見ないと特にねガンメタはね分かりづらいんですよ。でクロスフを選んだ理由っていうのもね、まあガンメタにしようかなって思ってたからですね。例えばこれのねボディ色とかで言うと、あの赤とか青とかもあったりするんですけれど、そういった明るい色だったりすると下の色は白の方がいいですね。サフはね、そういった感じでね白と黒のサフっていうのは使い分けていった方がいいかなと思います。缶スプレーでも同じことはできるので、エアブラシじゃないと作れないかって言えばそんなことないんでね。昔ねあれやったじゃないですか、缶スプレーだけで作るね缶モデルとかやったりしてるので、エアブラシじゃないと綺麗にできないってわけじゃないんで、まあ綺麗っていうとね鍋さんが作ったのが綺麗かと思われちゃうんですけど、まあ私なりにはね納得のいくような仕上がりにはできたので、ただ缶スプレーとエアブラシっていうのはやっぱり感覚は全然違うのでね、やっぱりエアブラシはこう調整ができたりだとかするんですけど、缶スプレーっていうのは調整がね非常にしにくいのでね、気をつけて出しすぎないとか、まあ、出しすぎないとか出る量は変わんないよ。ちょっと待ってよ。そう、かけすぎないだね。かけすぎないようにしていかないといけないですね。どうしても出る量が一気にドバーッと出てしまうんで、少し離れたねところから観察でね、さっきやってた時もそうだったじゃないですか、結構離してやってたじゃないですか。出る量がね全然違うので、やっぱりそういったところはちょっと気を使ってあげながらやってあげないと難しいかなって思います。まあ特にね私の場合ですと缶スプレーにあんまり慣れてないっていうところがあるので、こんな感じですかね。おお、やってなかった、ね、結構なんだかの目残しするんですよやっぱり。でああとか思うねことがねようあるんでね、
もんか。ね、残しないと思うけど。よし、ではね、あの 今度の場合はサフって結構乾燥が非常に早くていいんですけれど、こういったねカラーは、あんまり乾きがね早くはないので、なんだったっけ、乾燥機とかでね乾かすのも手だとは思うんですけど、あんまりね正直好きじゃないんですよね。強引に乾かすとなんかね悪さがありそうな気がして、あんまり好きじゃないんだ。まあみんな使ってるんでいいんだと思うんですけど、ただね食わず嫌いみたいなもんでさ、あのね使わずしてあんまり好きじゃないって言ってるから、実際使ってみたらいいっていう。まあ最近あったじゃないですか、そういうちょっとここからどうでもいい話になってくるんですけどね、あのピンセットとかでもさいただいて、で使ってみたらおーすげえいいじゃんかみたいな風になったりとかしてたんで、実際やっぱり皆さんが使われてるっていうことには何か意味があるっていうことで実際いいんだっていう、まあその人に合う合わないっていうのはあると思うんで、何でもそうなんですけど、私のねその動画の概要欄のところにもやっぱりねどういう風にどのエアブラシを使ってるかっていうのをね書いてはいるんですけれど、それがね皆さんにね合うかって言えばそうとも限らないんで、まあ、ナビさんはこれを使ってんだな、うんっていうふうに思ってもらえるぐらいでね、まあ、ただどうしようかな、何をね使おうかな、あ買おうかなって思った時に、まあ、参考になればな、ナビさんこれ使ってるから、まあ、きっと使いやすいんだろうな。ただ私の方としてもあんまりそうねエアブラシを何本も持ってて、やっぱりなんだろうね、いろいろ使い比べてみてこれに至ったってわけじゃないんで、道具に慣れていったっていう言い方も正しいんでね、一概にそれが鍋さんが使ってるやつがいいよとはちょっと限らないんですけど、まあ今まで使ったね経験の浅い私からしてみれば、今一番タミヤとクレオス、まあクレオスが一番使いやすいかなと思った、まあ個人的にねそう思っただけだけど、トップコートとか大きく吹くときにはやっぱりタミヤのねトリガータイプの 0.5 がいいのかなみたいなさ、クレオスからも 0.5 のあのね出てるけど、まあ今これ使ってるの 0.5 なんだけどさ、だからやっぱりねちょっとトップコートっていう風になるとみたいな。でさっきの話と一緒で、結局環境のうちの一つとしてエアブラシにねよってちょっとやっぱり癖が違ったりとかするんでね、同じ 0.5 でもタミヤの 0.5 の方がなんかちょっとねクレオスよりはよくたくさん塗料が出るような気がする、そういうねちょっと同じ 0.5 でもやっぱりメーカーによって癖がちょっと違う気がするんでね、まあ私はこんな装備でやってますよっていうところでございます。まあ参考になればっていうところですね。まあ今何気にやりながらねエアブラシの掃除もねしてたんですけど、いつもこんな感じで掃除してます。結構ねやられる方はもっともっとね何回もこうねうがいをして、今の掃除の繰り返しを3回4回やる人もいるんですけど、まあ私の場合は1回だけで済ましちゃいます。だけどその代わりまあね使用頻度にもよりますけど、たまに月に1回とか2ヶ月に1回3ヶ月に1回とか、まあ使用頻度にもよりますけれど、大掃除バラバラにして大掃除するみたいなこともやったりしてるのでね、まあという感じでございます。ではねこれでしっかり乾燥させますので、まあ、その間ねもちろんなんですけど、ホコリが乗らないようにとかねしてあげるといいと思います。表面的に乾いていればまあその上にホコリが乗ってもね完全乾燥した後にサッとやれば取れちゃうんでいいんですけど、まだねちょっとウェットな状態の時に乗ってしまうと合体しちゃったりするので、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。よし、ということで今日はね一旦この辺にさせてもらって、乾燥したら次の工程に入っていこうかなと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺でダメだ。